けでしょうか。はい、先ほどね桃太郎さんと決めましたが、12月の24、25、コマの世界大会、こちらの多摩未来メッセで行われます。世界中からコマのプレイヤーが集まってね競うんですが、桃太郎くんもね毎年世界大会オンラインでね参加をしておりました。そしてコロナが明けてオンラインから対面のリアルの世界大会がついに行われるということで練習をしております。桃太郎くんのパフォーマンス、最後輪抜けというね輪を使ったパフォーマンスが見どころとなっております。それではスタンバイ OK 行きたいと思います。スピンギアカップコマのパフォーマンス、赤坂幸太郎お願いします。今日初のコマの人ですね。牛若丸、背中の後ろで綱渡りを決めていきます。技決まりました。指先で指逆さまでもまだ回る。そこからツイスト、体をひねる。コマをまだ回っていたらコマに握手。さあ一つ目のコマ、すごい長い時間待ってました。二つ目いきましょう。さあ横を水車回しから、さあ回転をかける動きをしていきます。足の下、足抜き、さあ右左と続く。そして背中後ろ忍者。さあエレベーター、コマの回転で紐を巻きつけて上がっていく技。さあコマ3つ目。さあコータルコマで打ち投げが特徴のプレイヤー、空中大車輪竜巻。世界広しというのも逆巻きでこれやる人いないと思います。打つしよう、お前たちと技が続く。さあ1回のスローで5個以上コマは、今技が進化してとてもできるようになりました。長い間2個回し、6つ目、ようやく2個ね、同時にやってますが、コマだと回すのがまず大変。ここから何を持ってくる、ツイストだ。さあコマの回転、さあコマの回転をねしっかりつけながらやっていきます。世界大会まで完成させてくれると思います。7月にねまたオンラインの世界大会で予選が行われます。さあそしてここから得意技の輪抜け、400年以上ある曲コマの歴史、その中でも伝統の芸能の一つ、羽子板と輪を使った輪の芸を日本の最新のものを使っております。輪抜け、拍手が来たらもっと速くなる。拍手ありがとうございます。コマの、ね、回転を崩さないようにバランスを、輪の外から輪の中、輪をくぐります。輪抜け、輪抜けじゃないよ。さあ輪の中外側1回転、あやぶさ返し、あつまめ返し。さあつまめ返し2回、おっと、おーと続く。さあ触らない、大丈夫、拾います。立て直します。幸太郎の駒はめちゃくちゃ回転が長いんです。まだ行くぜ、まだ行く、まだ行く、まだ回転が続く。よいしょ、足の下、まだ行くよ。一回落とした駒とは思えない、決まりました。ありがとうございました、幸太郎でした。素晴らしすぎます。さあ12月23日の世界大会でも頑張ってほしいと思います。続きましては滝本圭一さん、もうすぐ60、今いくつでしたっけ。